はい、皆さんこんにちは、デジーでございます。今回はですね、これです。サーフェスラップトップ4を紹介したいと思います。これですね、2021年の4月15日に発売されたばかりです。約ね、1ヶ月とちょっと経ったのかな。うん、ということでね、今日は紹介したいと思います。で、ご覧の通りですね、カラーはプラチナっていうカラーです。まあぶっちゃけシルバーですね。うん、後で表とかもお見せしますけれども、シルバーです。で、サイズがですね、13.5 インチとなりまして、CPU がですね、AMD の Ryzen5 4680U という CPU が載ってまして、実はですね、これマイクロソフトサーフェスエディションということで、サーフェスにね、特化した CPU となっております。で、これね、6コアの12スレッドとなっております。で、私がねレビューしているサーフェスラップトップ4はですね、メモリーが8ギガで、ストレージがですね256ギガとなります。で、空き容量がですね、空き容量ねが 256GB の場合は205ギガありました、空きがね。うん、で、調べたらサムスン製でしたね、ストレージは。でね、どっかこの辺りに貼り付けておきますけれども、速度もね、まあまあ早かったです。うん、で、ちなみに Windows をセットアップして、起動時間ですね、起動時間を測りましたら約17秒とね、まあ普通に早いですね。はい、ということです。で、これね、まあ、まずサーフェスの特徴なんですけれども、ディスプレイ、これ 13.5 インチなんですけれども、アスペクト比がですね、普通のノートパソコンとかって16対9が主流なんですよね。まあ MacBook なんかは16対10とね、若干アスペクト比が変わってますけれども、こいつはね、なんと3対2なんですね。はい、だからね、縦がね、若干長いです。うん。だからね、ウェブブラウジングとかさ、いろいろワードとかエクセルとかね、結構ね、使いやすいアスペクト比となっております。でね、写真を撮る人なんかはね、3対2って、実はね、カメラの静止画、スチルですね。もう大体はね、3対2で撮る方が多いと思うんで、これはね、ぴったり、アスペクト比がはまるんで、ぴったりサイズが入れます。これなんかはですね、前回、私がですね、α1 と 50mm の G マスターで撮影した、写真、作品なんですけれども、もう3対2なんでね、もう黒帯が全くない状態で表示ができます。これはいいですよね。だから現像される方とかですね、パソコンで写真を管理される方なんかはね、このサーフェスバッチリでございます。で、解像度がですね、 2256×1504 とね、まあまあいい解像度を搭載しております。でね、こいつのいいところ、タッチパネルなんですよね。うん、こんな感じで、はい、指でね、スライドさせることができます。こんな感じでね、はい、いや結構ね、ノートパソコン、こういうラップトップタイプでタッチパネルに対応してるってサーフェスぐらいじゃないんですかね。他の普通のノートパソコンなんかはタッチパネルには非対応の製品が多いんでね、これは結構便利ですよね。うん、普段はね、キーボードとかこういったタッチパッドで、操作すると思いますけれども、いざっていう時はね、こんな感じでタッチパネルに対応してるんでね、非常に使いやすいですよね。で、ディスプレイ品質なんですけれども、sRGB のカバー率が 98.4% で、 Adobe RGB カバー率が 73% ということでね、結構ね、綺麗です。ただですね、ただですよ、私のあくまでも個人的に感じたことなんですけれども、発色がね、サイドっていうのかな、高すぎる。ビビットカラーがね、非常に強くて、ケバい発色ですね。
うん、このあたりね、もうちょっと控えめでもよかったかなって気はします。で MacBook Air と比較した動画もあると思いますけれども、それと比べてもね、相当ね、発色サイドはね強すぎます。うん、このあたりはねもうちょっとね、考えてほしかったかなっていうのは個人的に思います。で、このここですね、特徴的な、これね、カラーが先ほども言いましたけれども、プラチナカラーなんですけれども、これアルカンターラっていう素材なんですよ。これ見えますかね、ちょっとアップでお見せしますけれども、こんな感じですね。うん、これね、はっきり言って個人的にはねあんまり好きじゃないです。手触りはねすごくいいんですけれども、見た目がこれかっこいいかって感じですよね。うん、個人的にはね普通の黒とかシルバーがいいかなって気はします。でこのアルカンターラっていう素材はなんかね、高級自動車の内装とかにもね使われている素材だそうです。はい、まあこれねいいって思う人はこれ買いだと思います。うん、これはね個人差だと思います、好みだと思います、このあたりはね。でタッチパッドに関してはもう普通です、もう問題なく使えます。でキーボードに関してもですね、もう普通に使えますけども、へこみますね、ここ結構見えますかね、ちょっとアップにしますけれども、結構ね沈むんですよね、ちょっと分かりづらいかもしれませんけれども、このあたりはちょっとねこの素材のせいなのかなっていう気もしますけれども、これはちょっと減点ですね。でも気になるほどではないですかね。はい、で重さがですね 13.5 インチの場合約 1.27kg ということでね、まあ、13インチクラスのノートパソコンだったらやや重いかなっていうぐらいですね。うん、軽くもなく重くもなくって感じです。はい、表がですねこんな感じです。非常にね美しいですね、シンプルで、ここにねど真ん中に Windows ロゴが入っておりまして、他はね何もないです。でフラットなデザインでめちゃくちゃかっこいいですね、質感はいいと思います。特にねこの裏めちゃくちゃ美しくないですか。うん、裏ってね、まあ、見ることはないと思いますけれども、ここにねマイクロソフトって書いてあるだけで、ネジとかもね一切見えないんですよ。まあ、この辺りにネジが入ってるのかなって気はしますけれども、このねデザイン性もねこだわってますよね。うん、でここにね、通気口がありますね。でファンはね搭載されてるんで、負担がかかると結構ブーンってファンの音はしますね。はい、で横を見るとですね、ここに USB-A と USB Type-C があります。でここにねイヤホンジャックがありますね。でこっちにですね、はい、これです。これ最初 SD カードスロットかなと思ったら、サーフェスコネクトって言って、まあ、充電する端子ですね、磁石のタイプの AC アダプターをつけて、充電するってやつですね。まあサーフェスは昔からこういったのを採用しておりますね。で個人的にはですね、もうこういう独自端子はもうやめちゃって USB-C にしてほしいですよね。うん、でこちらにですね USB-C がありますけれども、これでも充電が可能でした。うん、あとね充電プラスディスプレイ出力にも対応してましたね。はい、でね指一本で開けられるっていうのがね特徴みたいです。はい、はい、こんな感じでね、指一本でこんな感じで開きます。はい、でね、うん、今認証しましたけれども、これ Windows Hello に対応してるんで、顔認証、顔をね自分の顔を登録すると、今みたいな感じでね瞬時に、ログインができます。
これはねすごく便利ですよね。さすがマイクロソフトの純正のハードウェアですね。はい、それではですね、実際に Surface Laptop 4の USB-C 端子からですね、 USB-C ケーブル1本で外部ディスプレイの方に表示させてみました。まあいわゆるデュアルディスプレイですね。やっぱりね、ケーブル1本でこのようにねデュアルディスプレイ環境が作れるのは非常に楽ですよね。こんな感じね。はい、それではですね、 Surface Laptop 4とですね、 M1 チップ搭載の MacBook Air のね本体比較をしてみたいと思います。左がですね Apple さんの MacBook Air です。で、右がですね Microsoft さんの Surface Laptop 4なんですけれども、色に関してはですね、こっちはスペースグレー、 Apple さんね、 Apple さんはスペースグレーで、マイクロソフトさんの Surface Laptop 4はプラチナとなっております。まあはっきり言ってね、プラチナってシルバーです。はい、でね、色はね、こっちのスペースグレーの方がまあグレーなんでね、若干濃いめの色になっておりますね。で、質感はね、やっぱり MacBook Air の方がいいかなっていう気はしますけれども、これはね色の違いでそう感じるのかもしれません。はい、Surface Laptop 4もね、十分質感はね、いいと思います。で、非常にね、この両モデル、似てるんですよね。というのも、インターフェースがですね、MacBook Air は USB の Type-C が2つなんですけれども、こちらはですね、USB Type-C が1つと、USB A が1つとなっております。で、イヤホンジャックもね、マイクロソフトさんは、こちらについてますけれども、 MacBook Air もですね、反対側についてるんで、インターフェースの数はね一緒ですね。で、何が違うかっていうと、 USB-C が2個っていうのと、マイクロソフトさんは USB-A が1つ、そして USB Type-C が1つとなっております。だからね、かなりね MacBook Air を意識したモデルなんじゃないのかなっていう印象ですね。アスペクト比がですね、 Surface Laptop 4は3対2なのに対して、 MacBook Air はですね、アスペクト比が16対10ということで、若干ですけれども、Surface Laptop 4の方が大きいサイズになっておりますね。本当に若干です。で、重さもですね、非常に似ておりまして、Surface Laptop 4は 1.265kg。で、MacBook Air が約 1.29kg ということで、少しだけですね、Surface Laptop 4の方が軽いです。まあ、軽くてね、若干大きいっていう感じですね。ディスプレイ比較をしてみたいと思います。Surface Laptop 4がですね、 13.5 インチのピクセルセンスディスプレイを搭載しておりまして、 MacBook Air はですね、 13.3 インチのレティーナディスプレイとなります。で、 Surface Laptop 4は解像度が 2256×1504 で、 MacBook Air はですね、 2560×1600 と、若干ね、MacBook Air の方が解像度はね高い感じなんですけれども、これね、アスペクト比がですね、ラップトップ4が3対2なのに対して、 MacBook Air はね16対10なのでね、Surface Laptop 4の方が縦長なんですよね。だからね、解像度は若干ですけれども MacBook Air の方が高くなっておりますけれども、サイズに関してはですね、やっぱり 13.5 インチと 13.3 インチということで若干大きく見えますね。で、もちろんアスペクト比が違うんで、ラップトップ4の方がですね縦長となっております。で、色合いに関してなんですけれども、これディスプレイ今ね表示されてる感じ、どう取れてるか分かりませんけれども、明らかにですね、Surface Laptop 4の方がね、
色鮮やかなんですよね。逆に言うとね、鮮やかすぎるね、ビビットカラーですね。それに対して MacBook Air はですね、若干控えめな発色になっておりますね。まあ、あくまでも比較してそういった印象なんですけれども、 MacBook Air は控えめな発色なんですけれども、マイクロソフトさんの Surface Laptop 4はね、すごい派手、派手です。もう色鮮やかと言いますかね。これ逆にね、ビビットカラーがね強すぎてちょっと違和感を感じるかもしれません、逆にね。うん、そんな印象ですね。で、Chrome を立ち上げると、まあ、OS の違いっていうのがねありますけれども、Chrome を立ち上げるとこんな感じですね。うん、で、Surface Laptop 4はね、やや色温度が暖かめっていうか低い感じですね。で、MacBook Air の方がどちらかというと色温度的には高めの色温度ですね。はい、そんな印象です。で、下のね、キーボードとかマウス、このトラックパッドですね。トラックパッドに関してはですね、まあ似たような感じなんですけれども、Surface Laptop 4の方がね、長いですね。まあ、これはディスプレイに合わせたサイズだと思います。で、どちらがね、かっこいいかっていうと、はっきり言ってね、MacBook Air の方がかっこいいです。うん。どうしてもですね、この素材、アルカンターラ素材っていうんですかね。これはね、見た目はそんなにかっこいいとは思いませんね。あと、キーボードの色がね、グレーということで、これはね、黒にしてほしかったなっていう気がしましたね。はい。まあ、質感に関しては、もう MacBook Air の方が、私はいいなと思いました。最後にですね、ベンチマークを簡単に撮ってみたんで、このあたりにですね、画像を貼り付けておきますんで、参考にしてみてください。まあね、ライゼンのサーフェスエディションということでね、ライゼン5ね、うん、まあまあ、パフォーマンスはいい方だと思います。このタイプのね、ノートパソコンにしてはいいと思います。うん、で、値段もですね、13万円前後ということでね、コストパフォーマンスもね、高いんじゃないんですかね。うん、13万円のね、パソコンとして考えると、CPU とかね、グラフィック性能はね、なかなかいい方だと思います。うん、シンクセンターと比べると、まあ、さすがにね、劣りますけれども、ここに映っておりますけどもね、シンクセンター。はい。でもね、結構、ライトルームとかね、動画編集、まあ、簡単な動画編集くらいなら、なんとか頑張ってくれるんじゃないのかなと思います。まあ、実際にね、やってみたい、見てないんで、なんとも言えないんですけれども、ただね、ファンはね、結構うなります。負担がかかると。うん、そのあたりはね、十分、注意してほしいと思いますね。はい。で、バッテリーもね、結構、まあまあ持ちます。はい。で、実際ね、私、このサーフェスコネクタっていうの、ここにね、AC アダプターが付属でついてますけれども、それ使わずにですね、もう USB-C で充電しております。はい、ということでね、今回はこのサーフェスラップトップ4を紹介いたしました。まあ、ちなみにですね、これちょっとお借りしてるものなんで、実はね、これ結構私、まあ、いろいろ不満も言いましたけれども、トータル的にはね、めちゃくちゃこれいいなって思っちゃって、実はね、私自腹でも購入してしまいました。うん、で、ただね、この色がね、あんまり好きじゃないんで、ブラックにしてみました。うん、それはまたね、別の動画で改めて紹介しようかなと思います。はい、ということで、今日はね、サーフェス、マイクロソフトさんのサーフェスラップトップ4を紹介いたしました。チャンネル登録とですね、グッドボタンよろしくお願いいたします。それでは。